どうもこんにちは、なっちでございます。本日は5月の、9日ですね。今日は久々にこの転生アルテミスを使ってみたいと思います。いや、お正月を経験してからだとちょっと不便なところがね、まずパーティー編成の時点で出てくるんですよね。まあ皆さん知っての通り、秘密の同時が必要なわけですよ。秘密同時ってことは水属性が必要な上にゼラが使えないと。ゼラが使えないっていうのは最近の木属性で言うともう半分人権がないみたいな感じになっちゃってますので、ちょっと辛いんですよね。で、まあ水枠はターディスにして今回新しくバステトをね編成してみました。毒耐性を持っていて追い打ちもできて火力も出せて、まあ武器でバインドをね対策してやれば指対策もできますしっていう感じで非常に便利なキャラクターらしいです。なんかね、あんまりリーダーではこの子ね、こう盛り上がんなかったけど、まあ超転生自体がそんなにめちゃくちゃ強いっていうキャラでもないんだけど、サブとしてね優秀らしいですね。まあなんか仕事かぶってそうですが、こいつはあくまでもバギーなんで、バギー役なんでね。さあということでやっていきましょう。行くダンジョンはこちらです。舞踊神殿、これがね復活してますよと。これ確か僕ね前回コンテで押し切ったんすよね。なんでノーコンしてないんすよ。圧倒的に相手が強かったんだよね。でこれちょっとクソゲーじゃねみたいな雰囲気漂ってる中で来たダンジョンだったんで、まあ慣れた方も多いと思いますが、今回は多分ね楽勝で、久々にパーティー変えてね毎回そうやっていきたいと思います。もちろん一番上はお正月で行きますけど、とりあえず今回は転生を久しぶりに使ってみようかなという感じです。行きましょう。ダンジョン内容全然覚えてないんだよね。多分ね1回はね先生ヤバいヘラさん、普通の究極のヘラさんかと思うので、そんなに警戒する必要はないと思うんですけど、指が意外と長いぞ。ちょっと暗闇弾いてくれんかったんで一旦こうするしかなかった。まあ倒せるよね。バステとかねコンボ強化3つ持ちなの嬉しいんですよね。ただこの子は仕事を終えちゃうとね、今回に関しては溜まるスキルもそんな強くないし、仕事を終えちゃうとねスキルがね延長になっちゃうんでね、まあその延長が逆に使えるっていう時もあるんですけど、そこは注意です。まあ、言うてコットンも水消すんですけどねだからね難しいんだよ、木属性で水が必要って結構難しいんだよ今考えたら。昔はもうさそれで頑張ってたけど結構相性悪いんだ。サスケも消すしパールも消すし、なんか水とね火を消しがちなんだよね木属性ね。そこは注意していかないといけません。ただまあ転生アルテミスの魅力といったら目覚めなんでね、目覚めで多少ゴリ押しが効くっていうポイントがありますので、それを使っていきたいんだが、どうやら楽勝なみたいだね。楽勝なみたいだねっていうか、すごい手応えを感じないというか、あでもちょっと敵がごつくなってきました。 L 字はないんですよね残念ながら。アルテミス一応昇格生で L 字をつけることも可能ですが、さすがにバインドを優先してしまいます。ミラブレイドをつけてくるのもありでしたかね。ミラブレイドまだ作ってないんです持ってるくせに作ってないんです。光吸収怖いですね。割合は耐えれませんので、ここちょっと怖いぞ。あ待って、なんかクソ下手。いやあえてこういうパズルにして光が降ってこないみたいな、そういう作戦ですよ。そういうことにしといてください。あこっちなんだ。先生やばいやついないんだっけ。わかんね、バステト使っとこ、目覚めつけとこ。1階がそうかウルズなのか。早速ね予想が外れましたね。覚えてるはずないからね
2年前とかじゃない？2年はいかないか、1年半前ぐらいかな。新しいのは来ないけど、こういうの復活するんだよね。次回は貴族性強化。いいんですか？貴族性強化しちゃっていいんですか？どうしようかな。何で行こうか全然決まってないんですよね。なんでよかったら、ここはこれで行ってくれとかあったら教えてください。2345。確かあれだよね。ここでベオークとソエルが生まれてしまったんだよね。多分ベオークが4回。で、5回がソエルだったはず。だから3回であいつが来んのか？先生が来んのか？ 2 回はイースっぽいよね。で、最上階でニックスなんで、まあ、2345、なんかいい案あったら教えてくださいといった感じです。はい、ということで以上、久しぶりに転生アルテミスを使ってみたという動画でございました。バイバイ。